東京オリンピック・パラリンピックの海外客受け入れ、3月中に判断。 東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて昨日、大会組織委員会の橋本聖子会長や東京都の小池百合子知事、丸川珠代オリンピック・パラリンピック担当大臣、えー、さらに IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長、そして国際パラリンピック委員会 IPC のパーソンズ会長による5者協議が開かれました。協、え、議、ー、の結果、海外からの観客受け入れについて3月中に判断することで合意をしております。えー、国内も含 めめた観客の上限は4月中に決める方針です、えー、スポーツ新聞は各紙1面トップでとこういう感じで伝えておりますが、まあ、これ、やるかやらないかも含めて、ね、いろんな意見が飛び交っております皆宮さん、どうご覧になってますかそうですね、まあ、やはりまずはこのコロナの状況で、まあ観客はどうなるかって問題もありますが、はい、そもそも選手ですよね。えーえー、で選手も200 各国約1万5000というにわれてますので、うんうん、そもそもあのこ来れるような体制が取れるのかと、まあ、そもそも,そ,もそ,こそれまでにコロナを抑えられるのかというところがすべての鍵だと思っています、うん、結構やはりあの、欧米メディアなんかでもネガティブな、はい、あの報道が出ていて、イギリスのタイムズ紙なんかも、はい、もう今年の五輪 は中止すべき時が来たみたいなことを言っているので、ここはやはり本当に3月中とまあ言ってますけれども、あと残り2週間、3週間、いずれにしてもしっかりとした科学的に説得力のあるこの決定をするべきことが、この日本の最大の責任だと思ってます数字を見ると、海外と比べるとね、感染者数もまあ2桁少ないとかがある一方で、海外にそれがじゃ正しく伝わってるかっていうと、 結構誤解されてるんじゃないかと思うんですが、どうですか、ね？そうです。そこはあると思います。なんか日本まだ大変なんじゃないって。よく、あの中国の知人とかアメリカの知人からも言われたりするんですが。まあ、だいぶアメリカとも桁も違いますし、はい、で、あの一昨日えー、今ロサンゼルスにいるアメリカのあの元、えー、ホワイトハウスの知人とちょっと電話を話したんですが。はい、まあ えー、だいぶ1か月前に比べると収まってると、それいうからやはりこのワクチンの接種がだいぶ進んでいるので、はいえー、少し良くなってきたという話はあ,のありましたうん、まあ、日本もワクチンの接種、医療関係者中心に始まってますけど、ここの争奪戦っていうのは、なんかヨーロッパなんかで結構えげつなくなってきてるって話に、ね、なってますね、もうあのかなりこう確保して、はい、あの他の国に出さなくなったりとか、あのコバックスって、みんなでこうストックして、はい、途上国に提供しましょうっていうことを言ってたんですが、そのコバックス自体が全然足りていないと。 ところにこう中国製、ロシア製のワクチンがどんどん入っていくみたいな、こういうもうもなんとなくこう,こう国際的な影響力をどっちが取るんだみたいな話になってきてますねうんもうそうすると、純粋になんかこう医療とか人道っていうよりも、派遣争いみたいになってきてますよね、そうですねもうなんとなくこのコロナというまあいわゆる戦い、あの戦争が終わった後の国際秩序をど<ー>誰が。 はい、あの描くんだみたいな、こういうもうフェーズに変わってきてると言ってもいいと思いますなるほど、はいえー、じゃあ今、太平洋会議みたいなものやってるっていう、前回のそういうフェーズになりつつあるんですそうですね、まあでもあまり太平洋会議にもなってないのかなというか、<laughs> う<ん>会議というよりも、勝手にどんどんやっている状況ですよねでこれ、まあ、オリンピック、パラリンピックもそうですし、まあ他のこう、ね、スポーツイベントなんかも、これからどうするっていうところにもなっていきますけれども、これなんか、 日本としては、こう、誰がじゃあ情報発信とかもリーダーシップ取っていくのかっていうのが、なんか見えなくなりつつあるんですかね、これ。そうですね。やはり、なんかこのオリンピック一連の流れを見ていると、誰がこう、イニシアチブを取って、しっかり決めてるのかっていうのは、なんかこう、見えてこない不安が、正直ありますね、うんうん、これ、やっぱ IOC だとかは、いや、開催国と開催都市が責任取るんでしょ、みたいな感じでいるんですかね。えー、なんかそこを、この間もちょっと、あの、JOC の関係者なんかに聞いてみると、はい なんとなくこの押し付け合いですよね、どっちが、もう2枚しかないトランプのカードがあって、ババ抜きのババがどっちかに入ってると <laughs>、なんとお前引けみたいな、なんかそういう押し付け合いのようなイメージをちょっと受けましたね。うんままあ、そこにまたなん っていうんですかこれ、あんまり <laughs> こ言いづらい話かもしれないですけど、法営権とかそういうのが絡んでくるなんて話も、あ今やかにいくじゃないですか、すね、ああいうのって結構影響するんですか、ね、大きいと思いますね、<ー>あのあのこの法営権の問題も含めてそうなんですけれども、はい、これもそういうなすりつけ合いではなくて、はい、今回、これ、コロナってまさに未曾有の,の、えーえー、まさに疫病ですよね、何か日本の責任なわけではないわけですから、うん、ここはもう皆さんで話し合って、はい、次の新たな,こうなんか規則を作るとかっていうことを。 考えないとまた次の五輪オリンピックにも影響してくるんじゃないかっていうのを危惧してます。えー、この後おはようニュースネットワークのゾーンでじゃ日本のコロナ対応についてというのはまた詳しくお話をいただきます。えー、まずは東京オリンピックパラリンピックについてでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。 首都圏四都圏緊急事態宣言二週間の延長、を明日正式決定。私としては、二週間程度の延長が必要ではないかな。このように考えておりますが、いずれにしろ、専門家、関係者の皆さんのご意見を伺った上で、最終的に私自身が判断をしたい。このように思っています。まだ延長を決定したわけではないです。やはり、病床が逼迫しているところがありますので、 50%以下になって、下を、ベクトルが下に行くということが大事だと思って。 えー、昨日行われた菅総理大臣の、まあ、記者代のコメントの模様をお聞きいただきました、えー。東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏4都県に発令中の新型コロナウイルス緊急事態宣言について、えー、2週間程度の再延長する意向を示しております。まだ正式に決めてはいないと総理も発言がありました。えー、金曜日5日の政府対策本部で延長幅など正式決定する方針ということですが、えー、今日は東京版最終版の各紙一面トップ はもううこれ一色という感じになっておりますなんか決まったんですか、決まってないんですか、これ、ねあの。まだ決まってないとおっしゃってますが、まあ、決まったというふうに見ていいんでしょうか、えー、いや、私、ちょっとこれは正直想定外でしたし、全くもって理解ができないっていうのが、えー、あの正直なとこです。えー、というのは、やっぱりそもそもこの。 今回、このコロナ対策見てると、全然その科学的な根拠とかっていうのは、すごくなかったりとか、あってもないがしろにされてることが多いなっていうのは、非常にあの私、一個。 国民として非常に不満なんですね特にそれでいうと、東京、まあ、私、東京に住んでるんですけども、はい、そもそも東京の新規感染者、はい、当初、500人まで抑えたら、この宣言解除するっていうふうにはっきり明言されてた、はい、だから皆さん、いろいろ飲みにも行きたいけれども遊、うん、遊びに行きたくても我慢をして、耐えて耐えて、今、300とか200とかって、この値に抑え込んだわけですよね。はい、だったたらじゃあもうその目標を超えたよく皆さん 頑張りましたねで、もう私は解除するべきだと思ってます、でもし仮に、じゃあまたただ、その代わり次の目標がこうあるから、そこに、我では絶対抑えましょうっていうのが、おそらくそれが正しい政策判断だと思いますね、でそれで言っうと、今やはりこの緊急事態宣言かとはいえ、もうかなり今、人通りも戻ってますし、電車なんかも混んでますんで、これもし今度、じゃあ次、宣言を。 というこの緊急宣言を発動したところでも、効力がなくなるんじゃないかっていうのを非常に心配しています、うん、うん私もなんかあの、せっかく法改正をして、でまあ、グレーゾーン的で、これ、微妙だなと思ってたんですが、まん延防止重点措置っていうものを、まあ、間に平時とのクッションとして挟んだと、そっちに移行するのかなと思ったら、それすらしない,いうそうなんです、そのための立法だと私も思ってたんですけれども、なんとなく、しかも2週間程度って、程度ってなんだ というところですよね,でね、あの感染者数の減少も、なんとなくこう減少のペースが落ちているんじゃないかみたいなことを総理おっしゃっていて、えー、<laughs> なんとなくって使うんですかっていうふうに思ったんですが。そこ、科学的っていう、もうこのキーワードしかないと思います。<ー>例えば台湾を見たりとか <はい S 2> あの他の、えー 国を見ても、やはりそこ、相当こう基準をはっきりして、科学的にやって、ロックダウンをすぐかける、だけども、ここまで行ったら、皆さん頑張ったから、ロックダウンを解除しましょうって、すごくフレキシブルに対応してるんですよね、でそれでこう感染を抑えてるんですけれども、日本はもちろんそのえ犠牲者も抑え込んでいる、新規感染者ももちろん少ないんですけれども、なかなかこうだらだら少ないのに、じゃあ、抑え込めない。 ところの一つの僕は原因は、この非科学的、科学的ではない、この政策なり判断というのが原因ではないかというふうに思っています、うんうんまあ、3月5日に正式決定して、その後総理がこう。 ね、自分の言葉で発するということなんですけど、そこはエビデンス示さないと納得できない人、多いんじゃないかと思,うんうそう思いますね、もしも仮にそれが、例えばその政権の支持率だとか、はい、そういう意味のない、関係のないあのファクターが入ってるのだとすると、えそれはもう問題ですし、そうじゃないというしっかりしたこの科学的根拠をお示しいただきたいというふうに思っています、はい、えでは続いてのニュース、こちらです。 アメリカのブリンケン国務長官が初の外交演説、中国に対抗姿勢。アメリカのブリンケン国務長官は現地3日、就任後初となる外交政策に関する主要演説を国務省で行いました。ブリンケン氏は、21世紀最大の地政学的な試練である中国との関係をうまく管理しなければいけないと強調し、同盟国との連携強化を通じて対抗する考えを示しております。 えー、北朝鮮、イランも含めてというところですが、峰、え、山、ー、さんは北京にもワシントンにも駐在されていたご経験があります、はい、で今回、こういう演説が出てきたっていうのは、どうなんですか、バイデン政権って最初、中国にどうするって心配されてたじゃないですか、その辺変わってきたんですかあ,のある意味もうこれ トランプ政権、トランプ前政権の一番の私はもうレガシー、はい、遺産っていうのは、その中国をまあこれまでのこう何か協力しましょうという、いわゆる関与政策ではなくて、うもう戦略的競争相手だというふうに決めたことが一番の成果だと思っているんですが、このやはり、 今回の,このブリンケン国務長官の演説は、それよりもさらに踏み込んだ内容ですね。というのは、トランプ政権に関して言うと、中国とロシアを戦略的競争相手というふうに言っていたんですが、あの昨日のこのブリンケン国務長官の演説は今、もう中国こそが今世紀最大の地政学的な試練である。 っていうふうに言ったっていうのは、これはもう、ロシアよりもはるかに中国なんだ、しかもそれがえー10年、20年ではなくて、あと残り80年間、もう中国っていうのが、もう一番のこの問題なんだっていうふうに言ったっていう意味では、相当これは踏み込んだ発言ですし、これはもう、ある意味、もう戦布告に近いですよね、中国に対する。これは中国と何か手を握ったりというよりは、もうこの今世紀、あと80年間は中国とは、え、ー あ競争していくんだっていう、まあ、いわゆるそ宣戦線布告に近い、えー、演説だったというふうに、私は見ていますこれ、その意味ではその、かつて大戦が終わった後に米ソ冷戦が始まるという、はい、何かそういう,こう米中新冷戦みたいなことを言う人もいますけれども、それに近い状態、これ、なってくるんですかあもう私はあのとっくに入ってるっていうのはずっともう2年前から言っていまして、これは米中新冷戦で、もう。 入ってて、まあ、これがもう米,米中新冷戦が始まったトランプ政権の後期から、もっと言うとです、ね、オバマ政権の後期から実は始まってた動きなんです、これは、はいで。それがトランプ政権がうまくこう具体化させて、えー、それがもうこのまさにブリンケンさんをはじめとするこのバイデン政権にもっとこの発展させていくということが流れだというふうに思ってますうんそうすると、もう今後はこうまああの融和するってことはほぼなく。はい であの対峙する関係でずっと続いていくとそうですねあの、実はこの私、ブリンケン国務長官にワシントンにいたときに、はい、あのインタビューをしたことがあるんですが、はい、非常に興味深いことを言っていたのは、うん、あの当時、まあ、ブリンケンさんはまさにオバマ政権のこの外交をずっと作ってたんですが、はいまあ、もちろんあのトランプ政権についてどう思いますかっていうふうにインタビューしたら、いや、もうひどいと、めちゃくちゃだと、もう何をやってるのかわからないって、さんざん批判をした後とに、はいえ、ただ一言だけ、ええ、え彼が褒める。 褒めることができるとすれば、我々オバマ政権のアジア政策に関してはしっかりと引き継いでいたっていうのが、このブリンケンさんが言っていたところだったんですね、例えばその対北朝鮮政策とか、中国に対するえだんだんこう厳しいえっと経済制裁を科すとかっていうような政策っていうのは、トランプ政権もしっかりやっていると、その点を評価するって言ってたということはそ、それを言ってたブリンケンさんが今回、バイデン政権の外交の柱になる。 という意味は、はい、このオバマ政権後期からの流れ、対中強硬の流れっていうのは、しっかり受け継いでいくよっていうあのメッセージだというふうに見ていいと思いますそのオバマ政権の後期って、確かに高校の,の自由作戦とかで、南シナ海に対して中国にカウンター当てようという動きはもちろんあったんですが、それがなんか。あのー どこまで踏み込んでやってるのかっていうので、なんかホワイトハウスの中でも結構それを止める人たちがいたなんて話もしますか、そうですね、いました、私もあそこ、目の前でもう見てたので、ええ、誰が止めてたってのもよく見てましたけども、ええ、そういう意味ではああ定まってなかったんですね。ただななんとなく え中国、これ、まずいよね、危ないよねっていう認識は共有されてたんですが、そういうどうもちぐはぐなところがあった、それをしっかりと、いや、中国は競争相手だって形で政権として意思を統一したのがトランプ政権、それがもうあの最大のレガシー、それをこうまたさらにえバイデン政権では、もっとそれを、そのコンセプトも引き継ぎつつ、さらにもっとこう対中政策をえ発展させていくっていう意味では、どんどん。 あの加速加速していくのではないかというのを持ってます。でそこにやっぱり同盟国もどんどん巻き込んでいく形でやっていくということで。そうですね。これはあの、うん、やはり。 あのトランプ政権の、私は対中政策は非常に評価してるんですけれども、だめな点とか、失敗した点っていうのは、やはり同盟国に対しても、例えば EU とか韓国に、日本はあの非常に日米関係はうまくできたんですけれども、それ以外の国に対して、中国に課しているような制裁を課したりとかですね、非常にちぐはぐだったんですけれども、そこは。あの バイデン政権は元同盟国と協調という動きが強まると思います、うん、逆に言うと日本に対してアイディアを求めたりとかってこともあるわけですかアイディアだけじゃなくて行動も求めてくると思いますねなるほどこ,、えー、この時間朝日新聞編集員元北京ワシントン特派員村健二さんとお送りしてまいりました続いて教えてニュースキーワードです太平洋島しょ国 昨日、日本と太平洋島し国のうち3カ国、パプアニューギニア、フィジー、トンガの防衛担当者によるオンライン会議が開かれました。防衛省は海洋進出の動きを強める中国を念頭に、防衛協力の一層の強化を呼びかけるとともに、延期されている閣僚級会合の開催に向けた連携を確認しました。 あの太平洋島サミットなどもやっていて、日本もここと一生懸命関わろう、関わろうとはしているって感じですかはいそうですね、これ、非常にあの安倍前政権の時から力を入れてるもので、これはもう非常に評価のすべき動きです。というのは、やはりこの中国が相当今、特にお金、投資の面で力を入れてきているので、かなりもう国ごとなんですかね、中国資本になっちゃったりとか、港が。 を作られたりとかっていう形で、はいえー、いわゆるその債務の罠、あの債務から抜けられなくなっている国とかいうのもあるので、うん。いわゆる借金ズブズブってことですね。そうなんですよね。で、これ実は安全保障上も非常に重要な島々がありまして、特に、はい、あの皆さん第一列島線とか第二列島線とか、あの、聞いたことあると思うんですけども、はい、思いっきりその第二列島線のところにこう、重なってくるところなので、 ここをしっかりとこうグリップしておくってことは重要だと思いますうん小笠原のあたりからずっとこう南にこう行ってう、ね、という線ですよね、はい、パプアニューギニアたりまで至るというこですが、はい、そうすると、その南側にはオーストラリア、ニュージーランドがあって、はい、まさにその自由で開かれたインド太平洋っていう意味で、ここ、真ん中を取ることで分断できるみたいなことにな,るわけですかなりますね。ここれれもあの第二次世界大戦の時には日本 対アメリカだったんですけども、えー、日本がま,まさにそのパプアニューギニアとかっていうのをこう取,、うん、取りに行こうとしたっていうのはそのアメリカと同盟国であるオーストラリア、はい、ここをまさに分断しようとするために行ったということを考えると今の中国もそこ同じことを考えてもおかしくないだろうというふうに考えてます、うん、でちょうどあの一昨日なんですけどもアメリカの政府の人間とちょっとあのウェブで意見交換をしたんですけども、はい、そこでもやはりこの太平洋諸国へのこの、えー 投資とか支援に関しては、非常にあの日本の役割を期待しているってことを言っていましたあそれっていうのは、やっぱりアメリカがこう手を出そうとしても、なかなか行き届かないってことがあ,るわけですありますね、やはりそのでん政治的なものもありますし、その歴史的にやはり日本とのつながりが強い。 あの国、あの島々が多いので。はい、まあ、かつて信託等治療だった。そうなんですよね。ねなので、まず日本がこう入っていきやすいっていうのが一つあります。で、あと、うん、まあ、アメリカに関して言うと、いわゆるその政府系の金融機関っていうのがそんなに多くないんですね。<ー>で、あのトランプ政権の時に、えっと、国家開発銀行っていうのを作。 そういう動きは出てるんですけど、まだ足りない、中国と比べるとだいぶ足りないという意味では、日本の例えばあの j ビ i c とか JICA とかとの,この連携っていうのを非常に重視しているそうです、はい、はそっか、中国は AIIB 作ったりとかして、はい、もうガンガン金入れようとしてると。はい なるほどでこれ、やっぱオーストラリアとかニュージーランドも歴史的に一定の影響力はありましたよね、はい、でもここもやっぱりグリップしきれないとありますかここも先ほど、私申し上げたその歴史的な背景というのがありまして、はい、比較的島し国の人たちと話してると、えー、割と結構そのオーストラリアとかニュージーランドのようなこの白人の中心とする国に対するなんていうんですかね、ちょっとこう抵抗感というか、あ<ー>このアレルギーがあるとあ<ー>そういうい意味では割と。 日本のつうが、はい、のうのこうくみしやすいというところ、これ、結構実は東南アジアの諸国でもあるんですけれども、うん、アメリカは嫌だと、だけど日本の,、はい、あの援助なら受けたいっていう国の声はよく聞きますうんやっぱその辺まあかつてその植民地であった、蹂躙されたというようなこともあるし、はい、その辺っていうのは、そうですね、なのでそういう意味では、この太平洋諸国にこの日本が、はい、えこう援助とか、 え、投資をしていく。 まあこの軍事的なサポートもしていくっていうのは、これもあの非常に戦略上も有益ですし、まさにそのアメリカができない部分を補ってあげるっていう意味では、日米同盟の強化という意味でも、非常にこれは有効な手段だと思いますで一方で、こ島当ょ国の国々って、結構、台湾と国あの関係を持ってる国も多かったじゃないですか、はい、まあそこをこう中国がひっぺがしにかかってるというのが今、現状としてありますけど、この辺っていうのも、一つ、台湾と連携というようなところってキーワードになってる そう,そうですねやはりあのかなりまだ台湾とあの関係を持っている国って多いので、うそういう国を中心に、やはりこう支援をすることで。あのはい 中国サイドに行かないようにっていうのは一つ重要ですし、さらにはその中国サイドに行ってしまった国の中でも、後悔してる国あるんですね、やはり、ちょっと待ってくれと言ってること違うじゃないか、インフラができてないじゃないかとか、このままじゃちょっとまずいなと、中国に依存し,しすぎちゃうなという国に対して、はい、アメリカとかオーストラリアと一緒に日本がまあ主導権を握って、うあの違う形でこう投資を提案するとかっていうのは、一つのこれはあの戦略上も有効な手段だと思う。 思っていますうんまあ実はアメリカも、グアムだとか、あの辺って、かなりこの島しょ部とは近い、島しょ国とは近いところでもあると、まあ、こう安全保障上もやっぱり一つの国に組みするっていうのは、彼らもやりたくはないんですかね。そそうですねあとまあその 今、井田さんおっしゃった信託統治でいうと、アメリカもその歴史的なつながりあるんですが、私もワシントン時代に島し国に行ったことがあるんですけれども、グアム行こうと思うと、ものすごい大変なんですね。まずあのワシントンからだと西海岸に乗り換えて、その後にハワイに行って、ハワイからまた小さな飛行機に乗り換えてグアムに行くっていうと、本当に2日ぐらいかけて行くってことを考えると、アメリカの人々から取ってみると、相当グアムは遠い。 っていうイメージがあるので、その地政学的地理的にも近い日本がこうバックアップしていくってことは非常に重要だと思いますう。今日のキーワード太平洋島諸国でありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。明日中国全人大が開幕。 明日中国の立法機関全人代全国人民代表大会が開幕します。毎年年に1回憲法改正や法律の制定、予算案の承認などが行われますが、今年は2021年から25年までの中期経済目標第14次5カ年計画や香港の選挙制度の見直しなどが議論される見通しです。 えー、去年はコロナで5月だったんですが、今年は例年通りというところになっております。どこ注目しますか。そうですね。あのまずはこの日程ですよね。え前回その昨年このコロナ禍で5月に延長したっていうのはこれもあの。 ここ中国30年、40年ぐらいであの初めてのことだったんです<ー>で、これまあ日本から考えると別に大した話じゃないじゃないかと思うかもしれないんですけども、えーえー、これ要はその予定通り3月5日にこの全人代を開けるかどうかっていうのは一つのその今の政権運営がうまくいってるかいってないか。 っってていうのを一つのをつ基準になってくるんですね<ー>それでいうと、相当この2年間、あの2ヶ月延びたっていうのはダメージだった、はい、でそこから考えると、今年はなんとしてでもこの予定通りやるんだっていう意味では、相当このコロナの抑え込みなんかも、えー、強制的な形でやって。 今後、うまあ、こ,うこぎつけたというところが一つ、えー、まああの注目していたところですあ,あのそれこそコロナ対応でも、あの当時、確かに李克強首相が結構目立ってたりなんかもしました、であの習近平氏の権力基盤が揺らいでんじゃないかみたいな、崩壊は近いみたいなことも含めて、ですねいろいろ言われましたけれども、これ、もう盤石ってことになりますか。ああののそうです今あの井田さんおっっしゃった通り、えーうん 発生した1ヶ月、えー、昨年の2月末ぐらいまでは相当これ、習近平政権的には、えー、厳しい状況に追い込まれてました。今、はいま、最近はあの明らかになってますけども、中国政府がまあ初動、最初の時にいろんなこう情報隠しをしていたり、あとはまああの習近平国家主席がまあ外遊していて、えー、帰国して、 してからようやくまあ対策を取ったりとかいうことで遅れたりということで内外からの批判が高まっていたんですね、はい、なのであの時はちょうどこう厳しい政権運営だったんですがその後え彼らはまあ戦略を立て直してもうとにかくこれ力づくで抑え込むで抑え込むことによって経済も回復させるっていうこの計画がうまくいっ ということで、今、だいぶ持ち直している状況ですうんでまあ、香港の話だとか、いろいろ出てきますけれども、でもうさらにその先にはこう台湾も含めてあるわけじゃないですか、この全体の習近平政権の安全保障戦略っていうものは、これやっぱりどんどん膨張していく形になるんですかそそうううでですねあのもうそこで関して言うと、えー そもそも習近平氏自体、就任してから掲げているのが、大国外交という、このキーワードですね、はいうん、で大国外交といのは、つまり、まあえー、世界の大国っていうのは、我が国とアメリカしかないとこ、アメリカとはまずグリップを握って、はい、あとその,その他についてはもうわれわれが影響力を強めていくんだっていうのがあの大きな方針なので、うんこれはどん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 拡張していく、路線っていうのは変わらないと,<ー>と見ています。 そうすると、あの、2008年あたりに最初に出てきたとされる、その太平洋分割論みたいなものっていうのがどんどん現実を帯びてくるってことになるんですかはい。まさにあの時、こう、太平洋分割論。 はい、まあハワイを真ん中に西側はうちだと、東側、アメリカさんはどうだという話っていうのはどんどん進むというふうには見ています、でまさにその時に言われた言葉ってのは、新型大国関係、はい、つまり、えー、2つのこの大国で世界を一緒に管理していきましょうということだったんです。でそそそれれで言うととは少なくとも中国のの目標つまりその 分割するってことを言い換えると、西側、太平洋の西側からアメリカを追い出すということなので、その戦略をどんどん進めていくだろうなというふうに考えてますあでそのこう方針に沿って、さまざまな装備もこう整備をしてきた、でウィルムさんの,そのスクープにもありましたが、空母を作ってるとか、あるいは新しい戦闘機はこういうもんだとか、そういうことも出てきましたけれども、で一方でアメリカはそれは許さないってことですよね。そうですねあの やはりこのアメリカ、これいろんなアメリカの有識者とか政府の人に聞いても、どうなの、その中国の中国と一緒にこれを管理するっていう考え方はって言ったら、もうこれ、ほぼ100%の人がだめだと、ノーだと、これはアメリカの派遣っていうのは、これ、重要であって、他のいかなる国の派遣っていうのは認めないっていうのは、このアメリカのスタンスなので、でも一方の中国はいや、アジアの中ではそうですね、派遣を取りたいと、これは必ずもうぶつかる運命にある。 宿命にあると、うもうこれはもうあの間違いないというふうに見ていますうもうなんかそのぶつかり合いというのがいろんなところでこうくすぶりつつあるなっていうのが朝鮮半島もそうだし、あるいは人によっては中東のイランのところだってそうだっていう人もいますが、はい、やっぱり東アジアの正面でいうと、日本や台湾ということになってきますか。そううですねもうあの特にやはり台湾問題というのは中止しています。やはりその 他の東南アジアとかと違って、台湾は中国から見ると、これはもう統一しなければいけないという、はい、これ習近平政権が発足した時に掲げられた目標なので、はい、これを実現しなければ、もう我が政権としてはもう失格だというのを自分たちも思ってますし、うん、周りの,党,の党内、国民からも思われてるということを考えるところ、これ統一は是が非でもしなきゃいけないというふうに考えています。で、それで考えると来年のあの、 中国の共産党党大会っていうのは、非常にに重要なな、あのー、大会になります,来年,ですか来年ですね、でそのためのが今回、全人代っていうのはあの、そのための重要なポイントなんですけれども、はい、来年、何があるかというと、前々回の全人代の時に、習近平氏はこあの中国の憲法を改正して、2期10年っていうこの任期を撤廃。 あの撤廃したんですね国家,、はい、家主席の任期を撤廃して次3期目もできるようにしたで、えーえー、本当にその通りやるのかどうかっていう意味でも非常に重要なポイントになりますでそのための今回全人代はしっかりした権力が固まっていて、はい、次の3期目までいけるぞというのをこう示すための一つの会議であってだからこそ是が非でもこの日程通り開いたというふうに見ていいと思います。 なるほどまあ、諸説ありますが、その任期を延ばしたっていうののこう、ある意味の口実としたのが、台湾を取るためには、2期10年じゃちょっと短いんだよっていうところであの、撤廃をしたんだっていうような話もありますが、そうすると、3期目入ったら、いつ動いてもおかしくないってことですか私はあのその話を多分日本で最初にあの、ええ、書いたあの記者だと思ってるんですけれども、はい、これはもうあのて、任期延長の時には、相当。 党内ででも反発があったんですねうん、うん、やはり毛沢東以来ずっとこの集団指導体制って言やっていて、はい、そんなことしたらまた毛沢東時代に戻るじゃないかということではと、はい、戻るっていうことであの批判があったんですけどもその時にやはり党内を説得するために言われた一言というのはもうこれは 台湾問題を、彼らでの言葉でいうと、解決するんだということで、あの党内を納得させたというふうに聞いているので、じゃあ、これ、裏を返すと、はい、なこれあの、解決しなかったらどうなるんですかというとこですよねでそこがあるからこそですかね、あのトランプ政権のこう内部文書っていうものが、今年の1月ですか、スクープされましたよね。はいあの あの実はそのえっとこれまで秘密指定という,ふうにされていたあのトランプ政権の文書なんですけれどもこれをま1月13日の朝日新聞の紙面でスクープを世界のメディアで最初にしましたでこれは一つの意義としてはこれまであのアメリカの台湾政策って結構 曖昧だったんですねつまりあの台湾とは関係はいいけれども、もし、えー、中国との有事が起きたときは、関与するとしか言ってなかったんですが、はい、この内部文書でははっきりと、防衛するっていうふうに書いています。はい、でこれはもうあの、えっと、ホワイトハウスの交換に取材したら、尖閣諸島も含めるとあう、ね、いう,ふうに言っていたという意味では、はい、この尖閣諸島、台湾を有事のときに防衛すると。この文書を を公開する意義っていうのは私はあると思ったので、まあ、あの政権の人間なんかともこう調整をしながら。はい。スクープにこぎつけたわけです。はい、う,ん,うん。これ、あのー、そうなると、ね。えー、米中がそうやって、こうぶつかり合う正面に日本がいると、だ、これは日本としても、じゃ、どうやって。 こう、それに対応できるのかっていうのも含めて、特にこの憲法下でできるのかっていうのを、これは本当に議論しなきゃいけないわけですよね。ほん議論だけでいいのかって話ですねそ,そうですねまだ。まあ、そもそも議論もまだちゃんとしてない状況なので、うん、これはもう、あの、手遅れになる前、まあ、若干もう遅れ気味だと私は思ってますが、議論をしなければいけないと思います。というのは、その、うん、結構私、あの、官僚の方、政治家の方、企業の方に、台湾有事って話をすると、あ台湾ですか。 という感じのリアクションされることが多く日<ー>要は関係ないんですね、日本はって言われると、いやいやいや、違いますと、はい、これはもう、じゃあ、台湾有事起きたときに、まずじゃあ、アメリカ軍が関与する、しないってなったときに、その出発する場所、最前線はまさに日本にある在 あの在日米軍基地ん、はい、となってくると、じゃあ中国としてもそこに対して、例えば何かえ圧力をかけたりとか、ミサイルを撃ったりということをしてくるって考えると、もう台湾有事イコール即えー日本の有事でもあるというところを。 決しててて忘れてはいいいいけないという,ふうに思っていますしかもそのやり方だって直接かどうかっていうと日本を経済的に冷上がらせれば補給ができなくなるぞみたいなところだって考えられるわけですよ、ね、そうなんです、ついついこの有事っていうと、えー、あミサイル飛んできた空母来たっていうふうに考えてるその、はい、むしろ私一番怖いのはあのそういう経済的な手段例えばあの海上封鎖とか、はい、輸出禁止とか、はい、これまあ今あの新しい言葉で言うと経済安全保障という概念なんですけれども要は戦争一歩手間 前のグレーのそういう圧力で、いわゆる形を変えた武器によるその圧力の可能性が一番対策を取らなければいけないと思って全、えー、人代の話から、まあ、この東アジアをめぐる情勢というところを広くお話しいただきました。